はい、どうも水溜りボンドです、お願いします。はい、カンタです。そしてヒッシーです。ヒッシーです、よろしくお願いします。うわ、緊張するわ、俺が俺の方が緊張します。ヒッシー、ヒッシーです。2、3年前動画に結構出てくれてたよね。はい、そうですね。ね、で、最近あのサブチャンネルとかいろいろ手伝ってくれてて、あの出てくれてるんですけども、今日は無理言ってメインチャンネルに出ていただこうと思います。で、やりたい理由があるんですよ。はいはい。え、どう、俺らのこと好き？もちろんです。何ですかそれ。一応一回聞いとこうかなと、はい、トミーに対して今日ドッキリを久々にかけようと思って僕ん家でね今作戦会議をしてるんですけども、ヒッシーってもうすげえ真面目なイメージなの、俺的にはね。はい。で、まあ、トミーも同じようなイメージ持ってると思ってて、そのヒッシーが僕の財布からお金を抜いたら僕なんて言うのっていう動画撮ったじゃないですか。ありましたね。悩んでることがあったら聞くし、はい、信用してるからもしなんか困ってることがあるなら助ける。俺って引っかかりやすいのかな。そうだと思います。そう、俺はねめちゃめちゃ怖かったね、やっぱあの時は。で、見返したらなんか俺5秒前に戻ってみたいな、なんかよくわかんないこと言ってるわけですよ。いや、でも嬉しかったです。いや、そうなんですよ。そうで、まあありがとうございます、そんなこと言っていただけて。今日やりたいのはそれの逆、ヒッシーがまあトミーの前でお金を盗むっていう。ごめんなさいね、俺がやらせるだけだから、ヒッシーはそういう人ではないからね。トミーの財布からお金を抜くってなるとやっぱ良くないっていうのがちょっとありまして、プライベートなんでやっぱ財布っていうのは、はい、最近僕宝くじでね15万円も当てたんですよ。その15万円を換金して俺の財布に入れとくから、うんうん、はい、で俺がいない状況を作って、まあちょっと様子見ていつかけるかはっきりしないんですけども、リビングに俺が財布置いとくから、トミーの前で俺の財布から15万取って。はい、わかりました。トミーからしたら昔トミーが僕にかけたドッキリが何年か越しにヒッシーが本当にやっちゃってるっていう。だからトミーのあのドッキリのせいでヒッシーの人生が狂ってお金取る人になっちゃってたっていう。あのせいで。ってなってたらトミーはなんて言うのかな。確かに。なんて言うんだろう。人のもの取っちゃダメだろとか。ちゃんと相談乗ったりするのかなと思って。すぐ気づきそうな感じはしますね。鋭いじゃないですか、その感覚。え、やだ、気づかれたくない。失敗したら必死のせいだな。いや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 、ちょっとやってみましょうか。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。どんだけ使うんですか、そんな。生姜と、だからニンニクにした。ニンニクと生姜食べてりゃもう何の病気にもならなくて。隙間時間で見るんですよ。5分ずつぐらいしか掃除を進めてないからさ、全然世界観に入らない。入ってこないですよ。そう、毎回ちょっとしか進まない。私たちには子供がいるの、だから。なんか俺、あれ？なんか俺嫌な先輩だな、なんか。ヒッシーは本当にいいやつなんで、マジで信じてくれ。
匂いしますね。あ、ほんと？びっくりした。ちょっと来て。あ、これですか？そう、すいません、あ、これ、おかんとさん、え、なんか言われたの？言われたんですか？いや、別に言われたってやってたわけ、言われて、なんか言われてるわけだなと。は、まあ、特にいや、別にドッキリだったらいいんだけど、とか、取ってきてとか言われてるの。いや、別に何もないっす。お、何にもない。そうか、じゃあドッキリだな。いや、じゃあドッキリ。ドッキリじゃなく、それをやる人ではないじゃん、普通に。もし本当にそうだったとしたら、いやでもそんなわけないなと。あ、そう、ここから、ちゃんとサブちゃん撮ろうよ。動いちゃうよ、画角ないところに。ドッキリでした。あ、4年前の。お財布からお金盗むドッキリ、はい、本当に医師が盗んだらトミーどうする検証させていただきました。はい、どうでしたか？気づきました。すごいね。いや、そんなすぐ分かる？いや、最初はなんか、いや、ドッキリだと思わなかったけど、なんかあれだと思った。なんかカンタが来たけど、タクシーで来たけど、なんかお金がなくてみたいな、なんかどっか一回出たけど、はいはいはい、お金が持つの忘れちゃって払いに行こうとしてるのかなと思ったけど、はい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 、なんか一回行って戻ってきても、なんか財布いじってまたポッケみたいなやつだから、その動きはおかしいなと思って。ああ、そういうことね。もう必死困ってたもん。だって、なんで？いや、バレてるんですけど、バレてないです。大丈夫、必死、今回だけだから。今日冴えてた、今日冴えてた。なんで冴えてた？今日10時間睡眠、今日10時間睡眠。そんなにだよ。最初でも、あ、じゃあ最初ネットフリックス見ちゃってる。著作権ないでしょ、でも。いや、あるだろ。まあ、有料の、まあ、有料のあれだぞ。ないでしょ、あるっけ。いや、さすがに。小沢くんへようこそ、ある。いや、小沢くんはないんでね。いや、ありますね。いやいや、久々にちょっと後輩とドッキリかけてみました。はい。ということで、この動画楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
ということで以上今日のミツマヨンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。あ、また明日は絶対違うわ